はい、サイモックンです。本日はですね、ソニーからね、ニコンの乗り換えを検討している方には必見なんですけれども、ソニーの E マウントレンズをニコンのね、Z マウントで高速な AF で動かす魔法のアダプターがあるんですよね。そいつのですね、新型が登場しましたので、ご紹介していこうと思います。本日はですね、ニコンの Z マウントにソニーのね、E マウントレンズたちですよね。ここに並んでるのはタムロのね、2875F2.8 だとか、これはね、ソニーの G マスターの 24mmF1.4 だったりですとか、こっちはシグマのね、35mmF1.2 だったりとか、E マウントレンズたちが並んでます。で、真ん中にあるのが今話題のですね、ニコンの Z8 ですよ。このね、ニコンの Z8 に乗り換えたいっていうね、検討してる方非常に多いんですよね。だけど、今からね、E マウント資産を全部捨てて Z に乗り換えるっていう気が出ないですとか、やっぱマウントチェンジャーお金がかかるよね、ですとか、様々な悩みがあると思うんですよ。そんなソニーからニコンへのね、乗り換えを検討されてる方に、めちゃめちゃいいアイテムが登場しました。その名もですね、メガダップの ETZ21 Pro です。見てわかる通り本当にね薄いんですよね。なので装着しててもですね、アダプターつけてる感が本当にないんですよ。こんなのでオートフォーカス高速に動くのですとか、精度どうなのって気になると思うんですけれども、それがめちゃめちゃいいです。実はですね、旧型は僕使ってました。今日はですね、皆さんが気になると思ってタムロンとですね、純正の G マスターとシグマのレンズ試してきました。なのでですね、実際に検証した映像から見ていきましょうか。どうぞ。ではまず最初に G マスターのオートフォーカスの感じ見ていきます。これはですね、写真のオートフォーカスをチェックしてます。こんな感じでですね、純正さながらの速度でですね、追ってくれるんですよね。これね、驚きですよね。本当にすごいアダプターだと思います。はい、バッチリ追従してますね。続きましてサードパーティー製のレンズ見ていきましょう。こちらタムロンの2875のレンズです。いかがでしょうか。純正さながらのオートフォーカスの動きですよね。こちらもね、バッチリ追従しております。タムロンね、結構相性がいいんですよね。旧型の時から早かったです。はい、こちらタムロンの方の動画のオートフォーカスもチェックしていきましょう。写真のオートフォーカスはだいたいね、アダプター動くのが多いんですけれども、動画のオートフォーカスが苦手みたいなアダプター多いので、そこら辺を見ていただきましょう。いかがでしょうか。動画のオートフォーカスでもですね、しっかり追従してますよね。はい、じゃあバックして下がっていきます。被写体がね、小さくなるとこまで追ってくれるような印象ですね。はい、まだまだいけますね。このあたりで確か見失いました。続きまして、シグマの 35mmF1.2 ですね。このアダプターですね、なんか 1.2 のレンズなんですけれども、開放が 1.3 になるんですよね。うん、これはまあ謎なんですけれども、旧型ではね、シグマがオートフォーカス遅かったんですけれども、新型ではね、速くなってます。はい、いい感じです。動画のオートフォーカスも見ていきましょう。こんな感じでですね、バッチリ追ってくれてる感じはあります。ちょっとね、もたつくような動作も若干あるんですけれども、うん、なんかギリ追ってくれてるって感じですね。まあ、オートフォーカスに関しては、タムロンの方がですね、このアダプターと相性がいい感じはするんですけれども、新型になってシグマの方もこんな感じで追従するようになりました。まあ、実用できるレベルじゃないかなとは思います。オートフォーカスのですね、速度設定とか、あとは敏感とか粘りの設定をいじるともうちょっと良くなるかなと思います。今はですね、テストなのでデフォの状態でやってるので、まあ最適化するといいんじゃないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。驚いた方もいると思うんですけれども、このね、メガダップの ETZ21 Pro、本当にね、オートフォーカス早いし、精度いいんですよね。僕が知る限りですね、この手のアダプターつけると、普通はね、オートフォーカスもっと落ちたりですとか、精度落ちるんですけれども、僕が扱ったこういうね、オートフォーカス系のアダプターの中でね、一番高速に動いてる気がしますね。ただ、注意点もありますので、お話ししていこうと思うんですけれども、性能はね、非常にいいんですけれども、僕ね、旧型のこのメガダップ使ってたんですけれども、実は2枚ともね、故障したんですよ。で、故障したのはね、結構最近の話なんですけれども、Z9 がね、新しいファームウェアにアップデートしたタイミングで、このアダプターがね、使えなくなったんですよね。で、もちろんですね、このアダプターからもファームウェアの更新があったので、こちらの方も最新のファームにしたんですけれども、それでも最初はね、順調に使えてたんですけれども、急にね、オートフォーカスが効かなくなってっていう現象が起こりました。こんな感じで純正レンズを使わずにアダプターを使うっていうことは、こういうリスクも伴うんですよね。なので僕はですね、この2枚所有してました。予備のアダプターですよね。こういうアダプターをですね、仕事で使うのは非常にね、リスクが伴うので、自己責任でお願いしますって言いたいところなんですよ。一応ですね、もう本当に使いたい場合、必ず予備買ってた方がいいと思います。僕はね、こうやって予備があったことによって救われたことがあって、
ったので、必ずね、こういうアダプターを使うときは壊れたときのための予備も持ってた方がいいと思います。まあできるだけね、仕事は純正で揃えた方がいいと思うので、僕もね、今全部純正で揃えてるんですよ。ただですね、純正で出てないようなスペックのレンズっていうのも存在してですね、例えばですね、僕ね、Z の 35mmF1.2S ライン待ってるんですけれども、一向に出ないんですよね。なので、シグマのね、35mmF1.2 のね、アートレンズですね、僕はこちらを使ってるんですよね。そういった時にこういうメガダップのアダプターを使うことによって 35mm1.2 の絵が欲しいとこだけ使用するみたいな使い方を以前はしてました。ただですね、もうお仕事ではですね、こういうアダプターをですね、僕は信用してないので、もう使わないことにしてですね、やっぱりないスペックのものは使いたくて、こうやってね、予備アダプターを持って使ってたんですけれども、まあ僕自身は仕事では使わないかなといった感じです。ぶっちゃけて話しますけれども。ただですね、ポートレート作品を撮りたいですとか、スナップの作品撮りたいとか、風景の作品撮りたいとか、個人のね、プライベートで家族の日常を撮りたいとか、そういった方にはね、すごくいい選択肢だし、このね、アダプター自体のスペックは非常にね、高速なオートフォーカスで高精度でね、優秀なんですよ。そういうリスク面排除したら非常にね、僕が使ったアダプターの中で一番高性能で、そして見た目のルックスにも干渉しないっていうね、非常に薄型のね、アダプターですので、結構楽しいアダプターであるかなとは思います。なのでソニーユーザーがですね、ニコンの Z8 に乗り換えたいよって思った時には E マウントレンズですね、一応資産として残しとくのもありかなと思います。本当にね、好きなレンズとか残してですね、やっぱりね、あの Z マウントとか F1.4 のシリーズがないんですよ。ソニーの E マウントだとね、例えば 24mmF1.4 ですとか 1.4 シリーズがあるじゃないですか。そういうね、ニコンにないスペックのレンズを使う時だけこういうアダプターを頼るみたいな使い方もいいのかなとは思います。ただね、絶対外せない仕事とかなった場合はですね、もう予備のアダプターをね、もう2枚買っておくとかですね、もしくはもう純正しか使わないというね、縛りを自分で設けた方がいいかもしれませんね。で、ちなみにですね、このメガダップのアダプター結構頻繁にね、ファームウェアのアップデートを行ってくれるので、カメラ側がね、ファームウェアのアップデートしたタイミングとかでですね、ちょい遅れぐらいですぐね、あの対応してくれたりとかします。今までの傾向によると。なのでですね、買った後もアップデートし続けてくれるんじゃないかなとは思いますので、その辺はね、いいポイントかなと思います。で、ファームウェアのアップデートのね、方法なんですけれども、この旧型は結構めんどくさかったんですよ。このようなですね、なんかこのクリップ型のやつでですね、接点挟んでパソコンにね、 USB つないでっていうアップデートの方法を取ってました。なんですけれども、新型の ETZ21 Pro ではそういうね、めんどくさい動作がなくなりました。このアダプターをですね、ボディにつけてるだけでね、アップデートできるということで非常にね、便利になりました。新型の方はですね、マウント面の方に溝を追加してですね、防塵防滴のゴムリング付きのレンズでも容易な脱着を実現しました。まあね、このアダプターは瞳 AF もバチバチにきますし、写真も動画もね、高速なオートフォーカスということで本当にね、驚くような製品なんですけれども、リスクもね、伴うので、その辺も頭に入れた上で運用するのはいいんじゃないでしょうか。じゃあせっかくなので Z8 にですね、 E マウントレンズつけてみましょうか。じゃあですね、 G マスターあたりにしましょうか。本当にね、薄いのでアダプターつけてる感マジでないんですよね。こんな感じで、もう見た目では全然わかりません。こんな感じです。はいはい、じゃあ Z8 につけていきます。カチャンと。はい、いかがでしょうか。こんな感じで本当にね、見た目かっこいいんですよね。意外とね、ソニーの G マスターと Z8 バランス感合うんですよ。こんな感じでですね、アダプターつけてますよ感がマジでないんですよね。もう本当に薄っぺらいのでですね、違和感ないです。多分ね、シグマとかつけてたらもう余計にソニー感ないんじゃないかな。シグマもつけてみましょうか。はい、じゃあ次はね、シグマのアートレンズをつけていこうと思います。ガチャンと。はい、こんな感じでですね、シグマのアートラインのレンズをつけてみました。ニコンの Z8 とね、シグマのレンズ結構ね、似合ってるね。かっこいいね。で、ニコンの純正のね、Z35mmF1.2S ラインも待ってるんですけれども、全然出ないんですよね。なので、本当にどうしても 35mm の 1.2 の絵が欲しいっていう時には、こういうアダプターを使って運用したりもしてました。まあでも最近はですね、この旧型のアダプターがね、先ほどもお話しした通り、現場で壊れたことがあったので、もう純正でね、もう統一してるっていう感じなんですけど、まあこのレンズね、使えるっていうのはね、作品撮りの時とか使ってますし、こういうアダプターがあると創作の幅が広がるのでいいなとは思います。はい、今日はですね、ニコンの Z マウントにソニーの E マウントレンズをつけて、高速 AF 高精度なパフォーマンスを発揮するアダプターを紹介させていただきました。いかがでしょうか。デザインもですね、本当に薄型で見た目に悪さしないので非常におすすめでございます。ソニーからニコンにね、乗り換え検討の方はですね、こういうアダプターありますので、ぜひね、お気に入りの
の E マウントレンズだけは残してた方がいいかなと思います。結構ね遊べるので楽しいですよ。はい、今回の動画楽しかったよ、いいなって思ってくださった方はぜひねチャンネル登録グッドボタンしていただけるとすごく嬉しいです。通知マークのねベルボタンもね押していただけるとまたね最新動画が上がった時にすぐわかるのでそちらもねぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。